吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。今回紹介する生態はこちら、レッドワグプラティ。この品種はレッドプラティの体を軸に全てのヒレが黒くなるワグテールタイプの遺伝子を持った品種です。オスメスともにヒレが黒くなるのが特徴です。価格は198円でした。安いところだと150円前後で買えます。レッドプラティ同様に古くから知られる品種で、現在もコンスタントに輸入されるので入手しやすいです。今映ってるこの個体はノーマルタイプのワグプラティですが、ヒレが少し伸びるハイフィンタイプ、さらに伸びるロングフィンタイプ、髪の毛みたいに見えるスーパーロングフィンレッドワグプラティという品種も作り出されています。飼育のポイントとしては、他のプラティ同様、レッドワグプラティだけは特別難しいぜということはありません。水温24から27度前後、弱アルカリから中性がいいという点も同じなので、同じこと言ってるなと思われるかもしれないので、この美しい赤い体と黒いヒレを生かしたレイアウトについて語らさせてください。この美しい色を際立たせるために、水草は明るい緑色の種類を中心に作るとより映えます。様々なプラティと混園させる場合は、水草の育成がしやすいものを選ぶのも手です。CO2 がいるものや手間のかかる水草の場合、プラティが増えすぎたら水質悪化で水草がうまく育たないどころか溶けてしまい、それが病気につながる可能性があるため注意が必要です。うまく飼うコツは、あまり多くの種類数を飼わないか、メスのみを飼ってきたり、一品種の数を少なくするなどの対処でだいぶ変わってきます。プラティを多数飼育したいと考えているなら、外部式や上部式など露材が多く入るフィルターを選択して大量の糞と向き合う必要があります。水槽は60センチ以上は欲しいところです。毎回産卵箱を使わずに自然に任せて数を抑えるのもいいかもしれません。ホームセンターやアクアショップで入荷直後の個体などは痩せていることが多いので、ついつい太らせようとして多く餌を与えがちですが、プラティは時間をかけて太らせた方がより美しくなり見応えが出てきます。寿命は2年ほどです。プラティは温和な性格だと言われていることは多いですが、これは個体によって様々です。攻撃っぽいのは餌の時間以外でも、果敢につついたり体当たりするのも見受けられます。僕が今回買ったプラティたちはみんな優しい性格でした。餌の時間も特に小競り合いすることなく平和に暮らしています。店頭で購入する際、病気ではないかというチェックをするとともに、他のプラティに攻撃を仕掛けていないかという点も見極めるといいです。近づくと一旦離れるのですが、少し経つとプラティ同士で小競り合いが起きることもあるので、全く気にしないで泳いでいる餌のことしか考えていないようなやつを見つけて自分の水槽に導入すると、他の魚へのトラブルも少なく済みます。水槽の水質や環境に慣れると、水槽中をビュンビュン泳ぐようになって、人が近づくと餌くれダンスを披露することもよくあります。しかし人見知りな個体も中にはいるので、あれ病気かなと勘違いしないようにしたいところです。体色がよく出ていて、特にヒレなどすぼめておらず、食欲もしっかりあるプラティなら、ちょっと照れ屋さんな性格なプラティだということです。この今映している個体は結構人懐っこい性格でした。まだ痩せていて体も小さいですが、もう二回りほど大きくなりそうです。メスですけど、口の付近に黒い模様がついているせいか、ヒゲみたいに見えるのが可愛いです。そしてレッドワグプラティはミックスプラティとして格安で売られている集団に混じっていることも多いです。ミックスプラティとは、様々な品種のプラティが一つの水槽にごちゃ混ぜに入れられて販売されているものです。そのレッドワグプラティはヒレがしっかり黒くなかったり、極端に痩せていたり、頭の形が鋭利すぎるなど困った点が多いのも事実です。ごちゃ混ぜ飼育なので、レッドワグプラティ同士を飼ったのに生まれてくる個体は黄色だなんてこともよくあります。遺伝子も混ざっているため、この品種のみを多く増やしたい場合は、レッドワグプラティという名で販売されている水槽から購入することをお勧めします。遺伝子がしっかりしていることが多く、少なくとも親と全く違うのが生まれるってことはないです。ということで、以上レッドワグプラティの紹介でした。よかったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。バイ。